えー、こんにちはガチンコマッチョクラブそしてメタボ47をご覧の皆様今日はねちょっと面白いサイトを発見しましたので皆さんと一緒に作っていきましょうそれはですねもう論より証拠ですけども1行だけ読みます、えー、マクロ管理法とは性別身長体重年齢と活動量から1日に必要な3大栄養素これはねタンパク質炭水化物脂質の3つなんですけども これはね、マクロ栄養素って呼ぶんですよ、これを割り出し、それに沿って食べるだけの超シンプルな食事法ということで、えー、ダイエットや筋トレをするときの食事法を、このサイトを参考に考えることもできるということですね、非常に簡単です、性別をまず入れます、男性、で身長が私180なんで180と入れますね、で体重が今、85キロなんで85と入れます、年齢はなんと47歳。 えですね、これ入れると1日の消費カロリーは1 9 8 0キロカロリーと出ております結構消費してますね、うん、以前測った時に、ね、これが、ね、2 9 0 0キロカロリーぐらいあったんですよあれから年も取りましたし筋肉量も落ちてるんでね、まあ、こんなもんでしょうでもちょっと平均より高めじゃないですかね私ねでまだありますよマクロバランス算出というのが2番目にあります座り仕事が多く1日の運動量は あ歩いたり階段を上ったりする程度、まあ、それすらも私はないですけども一応これにしておきましょうかで、えー、と目的はこれ、ね、減量ですねこれ移動できますからねちなみにでマクロ算出、えー、計算開始ってありますんで3番の、はい、計算開始をすると私はですね1日のうちに1675キロカロリーをー摂取した方がいい という,ふうに出てるのかなでタンパク質が 170g、炭水化物が 144g、脂質が 46g ということだと思うんですけどもね、えー、こういう割合でとってくださいということでございます。ちょっとグラフ大きいんですけども、はい、以上です。ですので、私はタンパク質を食事の半分ぐらいをとって残りを3分の1ずつに割ったときに3分の2を炭水化物。だから炭水化物と脂質も うん、まあ、割と取っていいのかなと炭水化物と脂質を合計してタンパク質の量に当たるようにね炭水化物私ちょっと減らしすぎてるんで、えー、ちょっとね朝とお昼ぐらいは取っていこうかと思いますねまあ、こういうふうな形で使えていきます、えー、総摂取カロリー1675ですかなんかまだもうちょっと私は食べた方がいいみたいですね今本当 ひどいときには夕食をね、えー、もう本当に軽く済ましてる状態とかサラダ食べて終わりとかよくないですね。やっぱり食べるものはしっかり食べないと、あの筋肉を作るエネルギーもなくなったりとか、あとはね消化酵素って言って、あの食べ物とかね、それから栄養素を全身に行き渡らせるための栄養素も足りなくなっては本末転倒ですから、逆に筋肉が細って。 えー、なんかこう痩せにくくなっちゃう意味がないですからねはい本日は以上ですではあの動画説明欄からこのサイトの URL つけときますのでご参考に